よし、ということで MLB The Show 19 Road to the Show 続きをやっていきましょうかね。ちょっとね間が空いてしまったんですけど、前回の振り返りからディビジョンシリーズでヒューストンアストロズと戦いまして、まあ結果的には最終戦までもつれ込んでの、まあ、勝利ということでチャンピオンシップシリーズにね駒を進めることになりました。で、相手がですねボストンレッドソックスとの戦いになってきて、で先にね4勝した方が勝ちという感じになるんで、早速ねホームでの試合が開幕になるんで、ここ2つできたら取りたいなって感じですよね。ここ取って、まあ、アウェイに行った時に、まあ、できるだけもうまあできればもう4つねそのまんまストレートで勝ちたいとこなんですけど、まあどうなるか、タッカーの活躍もまあ鍵を握ってるんじゃないかなと思うんでね、頑張っていきたいと思います。よっしゃ、じゃあやっていきますか。相変わらずねあのチャンピオンシップに行く下りとか全くないんでね、はい、そこはもう皆さんも慣れてると思うんだけど、5番サードですね。よっしゃ、行きますか。We are under the bright lights tonight as MLB Network welcomes you to this presentation of Major League Baseball. It's Game 1 of the American League Championship Series between the Boston Red Sox and the New York Yankees. Going to be an interesting contrast in styles in this one as one of baseball's hardest throwers goes head to head with a top finesse arm.さあということで、ヤンキースの先発ピッチャーはマー君ですね。まあ、防御率がねちょっとこのポストシーズンは良くないんですけど、まあ、まだ1試合しか登板してないからね。うわ早速やばいやばい、マー君早速立ち上がりやられてるし、あっちゃー4点取られてんじゃんマー君。いやそれはまずいでしょう。よし、相手のピッチャー見ときますか。球種がフォーシームカットボールスプリットスライダーだね。結構フォーシームが速いので注意したいところではあるんだけど、まあ球種自信度的にはどうだろう。フォーシームとカットボール、まあでもスライダーも高いしな、どれもみんな高いんじゃねえかっていう。ストレートやっぱ速いね。Behind the plate is Eric Summerskill. Yeah, Dan, we got Eric Summerskill behind the dish. Really likes to move the ball. He's not what you like. あの高さスプリット投げられるとな。やっぱストレートと見分けつくの難しいよな。Give me a wider plate than a higher plate. I think it's a lot easier to pitch to a wider plate.さあ2-1で追い込まれましたタッカージュニア。うえい、カットできんかったか。うわ 5-0、 4回の攻撃ですけど、まあランナー1塁にはいるけど、まあここはもうショータイムまだ使わないでおこう。いやここ最近ねプロスピの動画上げてるから、プロスピとねやっぱまただいぶ違うんだよな。結構ねやっぱプロスピやった後こっちやると打ちにくくさらになってますね。まあ、これ動画撮る前に一応ね打撃練習はそれなりにしてるつもりなんですけど、いやーどうだろう、頑張りたいですね。あっつあっつ、いかんいかん、全然ボール球振ってるじゃん。あ、ここでチャレンジ。一番上がストライクゾーンの中だけを振れってやつね、いつも結構よく出てくるやつで、真ん中が4球を投げさせ、最低でもこっから4球ってことなのかな。結局ファーボールで、まあ、塁出ろってことかな。で一番下が
フルカウントかなんかで、まあ、フルカウントかもしくはあれだね、ボールをストライクと同じぐらいに刺して、まあ、結果歩けっていう。むずくないか、どれもそれ。ちょっともうじゃあ一番いいやつにしとこ。No runs, no errors for the Yankees so far. いいまあそうですわな。そしてタッカーはなんかもう気づいてないふりしてたけど、こいつさすがにストライクのカウントぐらいは分かるだろう。うーわ、全然点数取れない。もう7回じゃん、早いな。入ってますか、なるほどね。まあ際どいとこではあったけども、確かに。いったでしょ、これは。よっしゃー、 OK。 もう完封負けだけは阻止する、まあ、意地の一打っていう感じだね。まあ、こっからヤンキースがどうやって巻き返せるかですけどね。結構弾道的にはそんなにこう上にガッて上がってるよりかはライナー性の感じの当たりでしたかね。よっしゃ。うわ、点数さらに広がってんじゃん。ヤンキースは2点しか取れてないし。球速えな、相変わらずピッチャーみんな球速いな。本当にフォーシーム、カーブ、チェンジアップ、ツーシームか。まあでもさっきよりはこのピッチャーの方がまだ遅いとも言えないけどな。若干球速は劣るんだけど、まあでもね。進塁で打ちたいですけどね。Yeah, just non-competitive pitches in some big situations, Dan, and the offense took full advantage. You know, Dero, one of the things about pitching is you want to have location, and it was obvious in this one today that the pitchers weren't on point, and what happens when that happens? Hitters make you pay, and the long ball was a big part of this one here. The count now at 2-2. さあ、平行カウントですけど、ここはちょっとミートバッティングにしとこうかな。危ねえ、タイミング外された、完全に。よかった、カットできて。ふう、危ねえ。あっぷあっぷあインハイ、まあボール球のインハイか。あれは振らされた。まあこの試合もしょうがないね。もう流れが完全に向こうだったもんな。さあ行きましょう。ヤンキースのピッチャージェレミー・ヘリクソンですね。今シーズンレギュラーシーズン、まあ、13勝11敗まあ一応勝ちの方が上回ってはいるけどもっていうね感じのピッチャーだからね。でちなみにレッドソックスの先発ピッチャーはリック・ポーセロですね。ちょっと先制取られてっからな。一応球種確認しておきますか。ツーシーム、スライダー、フォーシーム、カーブ、チェンジアップで、ブレイクの数字が結構高いかな。コントロールもいいですね。で、ツーシーム、フォーシーム、まあ、球速的には92マイルとか89マイルなんで、まあ、タイミングを合わせるの頑張りたいですね。
In there, no balls and a strike. Porcello racked up over 2,300 innings of work on major league mounds. And during that time, he sent over 1,700 batters packing via the strikeout. Count now a ball and a strike.自信度的にはツーシームフォーシームが一番高そうで、まあスライダーも高いか。その2つだな。お、よし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 。いける、いける、よし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 、ナイバッチ。いやー、いい感じで一塁線抜けてくれましたね。いやー、しかもタッカージュニアのね、足もあってツーベースになりましたね。あれ、なかなかタッカージュニアの足じゃないとツーベースにならなかったじゃないですかね。もうギリギリだったもんね。よし、ここは同点にしたいね。突っ込もう。よし、 OK OK。 まあ進塁打にはなりましたね。さあ、ここでアーロン・ヒックス、いや、もうシングルヒットでもいいから頼む、頑張ってくれ。あー、超ボテボテじゃん。あー、なかなか1点が入らないな。お、ここどうしよう。どうすかね、招待を使っちゃうか。いや、使っちゃおう。もういったんじゃない、角度的に。あ、手応えあるよ。どう、何あれ今ちょっとよく分かんなかったな。ホームランになるまでなんかちょっと間があったけども。間違いなくホームランでいいんだよね、これね。うん、よしよしよし。これはリプレイでどうなってたのか見たいですね。いや、当たりはね、いったかなと思ったんだけど、結構思ってたよりギリギリだったな。いやいやいや、そこじゃねえんだよね、映してほしいの。さあ、ちょっとリプレイ検証してみますかね。これでいいね。打ってぐんぐん進んできます。いや、ほんと当たりはいいからね。で、ここだな。ここでどうなってる。もうなんか飛び上がってるネーム。超ギリギリだな、マジで。そして、いやタイミング遅えだろこいつ。外野のジャンプのタイミング遅いだろこれ、完全に。いや、もう落ちてきてんのにさ、今さら飛び上がってんじゃん。で、あー、そっかそっか、だからちょっとだけ曲がったんですね。いやー、ギリギリだった。ということで、いや、何はともあれ無事ホームラン打てて逆転できましたからね。でもまだな、まだリック・ポーセロが投げてんですよね。まあ4失点だからまだ許容範囲っていう考え方なのかもわかんないけど。あー、セカンド正面か。おー、なんか守備久々な感じすんな。うわ、1点差になってんじゃん、まずいな。取ったらファーストで OK ですね。うわ、きっちいけるか。いけるね、よし。 OKOKOK、
お、ここでチャレンジ。打点を上げろが一番上。真ん中がコンタクトスイングで打点を上げろ。一番下は、グラウンダー、ゴロ製の当たりで、内野を抜けてって打点を上げろ。一番、まあ、むずいな、それな。まあ、打点を、どうしよう。コンタクトスイングにするか。あ、二塁にいるのか。おお、意味ねえじゃんかよ。おい。なんだよ、それ。もうチャレンジキャンセルじゃねえか、結局よ。ちょっとどうしようかなって選んだ時間返せし。ああ、勝ったね。あぶねえ。危なかった。ふう、よかったぜ。まあでもこの試合はタッカーもね、いいところで活躍できてチームにも貢献できたし、いい試合だったんじゃないですかね。うん、さあ今日のヒーロー的な選手は誰になるかな。お、タッカーじゃない、あれ。体つきとか髪の色と、おーですね、2本のヒット、まあ、2ベースとホームランですからね。ということで、いやー危なかったぜ。とりあえず1勝1敗タイに持ち込みましたね。ここで2敗すると結構なんかさね、えその先が思いやられるっていうか、なんかそんな感じしちゃうんで、とりあえずタイにして、まあアウェイのね、向こうのホームに乗り込んでいくって感じが、まあ、最低条件というかね、そこはなんとか死守したかったんで、まあ、よかったですわ。まあ、一応タッカーもね、ホームランも出ましたし、まあ、今回はね、2試合ともに出たので、まあまあまあ、ちょっとこの調子で打撃頑張りたいですね。ということで、今回はね、一旦この辺にしておこうかなと思います。で次回、先ほどの通りね、3試合目からやっていきます。まあ、3試合目4試合目やってどうなるかだよね。まあもしかしたらどっちかのチームが王手をかけるかもしれないし、もしかしたらまたタイにね持ち込んでっていう感じで長引くのか、その辺もね楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。タッカーでした。バイバイ。